皆さんこんここにちは日本をかっこよく結び大学でございます前回、えー、ガザさんをお招きいたしましてその著書でありますブラックアウトからアメリカで起こっている黒人社会の崩壊そして多くの黒人が実は家畜にされてしまってるでそこから一歩前つまりアウトしよう今いるところからもう一歩前ドンと出ていこうよと、まあ、そういうふうな趣旨であるという話を伺わせていただきましたでそういうい中にあって ガナンさんの日頃の活動の中で日本今ここがおかしいよね今の日本これんじゃないのって思えるところがまあ多々あるそのことが今回の翻訳にもつながったということで、えー、そこら辺の話をじゃあガナン先生よろしくお願いします <laughs> よろしくお願いします先生今の日本っていうものを見た時に僕自身ねはい おかしいだろうって思うところがあって、よく一般に言われるのが世界政府です。<ー>世界が一つになるんです。これからはもう戦争のない平和の時代を築くんです。これ、まあ、いいことですよね。えー、はい。世界が一つになって、争いのない、戦争のない世の中になっていく。まあ、いいことだと。その一方で、超個人主義です。一人でいることがいいことなんです。あなたの幸せが大事なんです。えー、家族関係ない、うんね。会社関係ない。あなたがいかに幸せになるか。と。 なんかねあの世界政府ってありもしない超巨大な存在と周囲との関係を全部断ってしまった、まあ、ある意味超個人通常の個人じゃなくてもう,もう周りもう全部関係ないと「わしだけが儲かればいいんじゃ」っていうこの <laughs>、はい、超個人これそうですねどっちもそういえば言われてますね。はい でも普通に生きていればやっぱり家族って大事だし友達大事だし仲間が大事だし親になればあの子供たち大事だし子供に孫が生まれればもう,もう孫の前だともうおじいちゃんもおじいちかんて「あいい!」なっちゃうわけだし、ええ、やっぱりかけがえのないものとか自分 の命よりももももっっと大大事なものとか大切ななののか切て現実にあるわけじゃないですか同時にそれがもう一つのファミリーだけではなくて例えば自分が所属している組織であったり団体であったりあるいは会社であったり自分の所属している仲間であったりその仲間のために命を懸けるとか仕事のためにもう命かけて頑張るとかそういうことってやっぱりもう古くからの日本社会に当然のようにあったわけじゃないですか。で同様ににやっぱり故郷というものを大事にする 祖国日本というものを大事にするだからこの国じゃないんですよね我が国だとそういうその大切なものっていうのは世界だ個人だっていう前にもっと周りにすごく大切なものがいっぱいあるんじゃないかそのことを意図的に忘れ去るように仕向けられているのかなという感じがしてならないんですけどもいかがでしょう 先生のおっしゃる通りで、うん、本当に冷静に先生がおっしゃったような話を考えれば超個人とこの世界政府、はい、地球市民、はい、全くなんか真逆のことがなんか矛盾しているはずなのに、はい、なんかどっちも言われてて何、うん、かあのええ先ほど打ち合わせの時にねお話を伺いましたらお父さんがカウンセラーしてらっしゃって、はい、で社会的な苦しみっていうものが結果として個人にとっても、うん すごく大きなな苦しみにそうい,いう、えー、側面があるんですよということをおっしゃってらっしゃいましたけど、えー、それってなぜそういうこと,そのそういうことが起こるのか社会っていうものがなぜ個人に影響してくるのか。 私もいいろろとこの世の先生に先ほどその何が日本はおかしいと思うのかっていうふうに言われてまあ小さい頃から私の家族は結構仲がよくてで学校の友達に家族でこうあったっていう話を家族の話をすると「あなたの家族は特別で普通じゃないよ」みたいなで家族みんな仲悪いのが当たり前であるかのようなことを言われて「あれ?」と思って。 あじゃあやっぱみんんななな家族が仲良くないんだなとでそれはやっぱり日本国の中で一番大事だったはずのものが、うん、こういう状況というのは恐ろしいことじゃないかなって思ったんですけれども、うん、でさらに先生がまたなんで家族がこうだったらあれなのっていうふう <laughs> もっと深く考えれというふうにお叱りを受けまして。いやいやそよく考えてみましたら、はい その今の起きている現象っていろいろあると思うんですけど日本国は伝統的にも優れていてで歴史も長くてそういう国が力を弱くなるように社会的に意図的にされてきているものだと思うんですよね。そその国が強かかったらら戦うう前に内側から滅ぼそうとその攻撃対象となっているのがその家族の人でもあると思うんですけれども,も私も偉そうなことを言える立場の人間ではないんですけれども。 皆さん幸せですかって私は言ってみたいんですよね、うん、っていうのも本当にこの自殺者が多くなったりだとか、うん、あるいは問題があっても誰にも言えない、うん、誰にも頼らずに個人として自立をして仕事をしてお金っていうものを設けて、うん、それで一人前なんだみたいな感じの周りとの共同、うん、人と手をつないで協力していくっていう輪をつなぐっていうことがあたかも弱い人みたいな。 うん、感じの風潮になってしまっていると思うんですけれどもこういう個人でとって大事なものが社会的に価値がないとして意図的に攻撃を受けていると思うんですよねでそれが積もり積もって皆さんの持っているこの違和感っていうのにつながっていると思いますでそれがやっぱり今のここが変だよ日本って考えるときに一番みんなが もがいてでもどうにか解決したいどうにか幸せになりたいっていう関心もあるところなんじゃないかなと思います社会的なストレスっていうのはどんな時代にもあるしどんな国においてもある人が生きて行動していればもう毎日毎日問題だらけ一生懸命仕事をすれば周りが散らかってくるあの散らかってきたらもうとにかくそれを片付けて掃除しなくちゃいけない。 で掃除やっている間,間は仕事ができないもうどっちなんだみたいな <laughs> あのそういうもう本当にこう身近なところから、まあ、国家というきあの大きなものに至るまで日々問題だらけだと思うんですよね問題だらけのものをそれをスストレスと感じる自分に起きていることもストレスとして感じるだから自分に起きていることがもうストレスなのにそこに今度は国家の問題社会の問題世界の問題メディアの問題っていうふうな余計な問題持ち込まれても。 <laughs> 冗談じゃねえいうようになってしまっているのが割と多いのかな先生のおっしゃる通り私も実感したことがあります沖縄でいろんな活動をスタートさせてしたものなんですが、はい、やっぱり「マスコミおかしいでしょ」とか、はい、あるいは「軍事的な脅威といって、うん、まあ尖閣があって行ったとしても、はい、皆さんなんか素通りなんですよね、はい、外線でマイク持って外で演説しても。はい ふと考えたらみんな毎日の仕事忙しいし、うん、人生が大変なのに社会の問題にまで時間使ってられるかよっていう感じだと思うんですよ。<laughs> はい、で本来は、はい、そういう社会の問題っていう国の問題っていうのは、はい、専門家である政治家が専門知識を持って解決してたはずなんですけれども,でも今の世の中の状況って、うん、日本国民のために国会議員が仕事してくれないんですよね。それはそうですよね。だって国民のために一生懸命働いたって <laughs> もうみんないいことしてもらったら。 ああいいことしてもらったとって苦情が出るぐらいでね誰もありがとうございました感謝してこんないないところが日本人の国益になるようなこと利益を得るようなことを予算の国にこっそりとパッと打ってあげるとありがとうあんたもおかけないよと言ってバックマーチもらえるわけですよね、うん、しっかりとこう稼げる <laughs> どっちがいいんだとやっぱり政治は席がかかりますからね あまあ皆さんの役に立つことよりもお金になることしたかったら政治家やってらんないじゃないですか <laughs> まあまあ、えー、まあそういうことで先生これでどうぞ。と <laughs> いうころにそりゃ流れますからそり <laughs> 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 ゃでもそういうこといちいち問題にしなくても今自分の人生はもう大変な状態になってるんだからただでさえ大変な余計な話持ってこないでよって。 いうふうに、こうなってしまう。なぜそうなってしまうのかというと。要するに、日々起こっているさまざまな、生きている上において起こる個人の問題っていうのが。全部ストレスになってしまっているっていう部分って、ありますよね。うん、で、ストレスっていうのは抑圧から起こる。うん、あの、いろんな起こっていることを抑圧だと捉えるから。もう、それにひたすら潰されるだけ。もう荷物が増えるたびに、どん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 重たくなってきて、最後、ペタンと潰れて。あったかいお湯で、茹でられて、茹でがえるなって。<laughs> 火通ってます。はい。 そんな話かと思うんですがでももともと日本人というのはそうは捉えていなかった今自分の目の前で起こっていることっていうのはストレスじゃないストレスのあの日本語訳ってないですもんね、うん、あ、だからストレスって我々カタカナ言ってるんですか <laughs> ストレスの日本語訳なんでしょう皆さんないんですよ精神負担 <laughs> まあ精神不安ぐらいですけども <laughs> 漢字二文字で言い表すとか、はい、まあそういうストレスに,かに置き換えることができる日本語っていうのは実はない、はい、つまりもともと日本にはストレスっていう概念そのものがなかった<ー>、はい、じゃあ,あのそういう自分の身の回りに起こるさまざまなことを日本人どう捉えていったかっていうといろんな重圧があるその重圧は自分がよりよく生きていくための試練なんだからそれをとにかく乗り越えていく頑張っていく。 なんでそういう頑張る勇気が生まれたのかといえば自分には守らなければいけないものがあるその守らなければならないものっていうのは家族であったり会社であったり社会であったり自分のたちの共同体であったりとにかく仲間たちのためにみんなのためにということをその大切にしようという気持ちになってくるそれは別に世界政府でもなければ超個人でもないもっと身近な自分にとって大切なものをもっともっと大切にしていこうよとでその意識ってどこから来たかっていったら今おっしゃられた多分 家族っていう最初の原点はそこにあるよと、ええ、いうことなのかなって今お話をね伺いながら、ええええ、思ったんですけどそうですあの先生がおっしゃる通り改めてどうしてその昔はストレスっていう言葉がなかった時代で試練っていうふうにして原動力に変えていった日本人だったのに今はそうではなくて押しつぶされている世の中になっているか考えてみますと。 私の父もカウンセラーしてますので、はい、いろんなそういうその心のメカニズムとか人が子どもがどうやって大きくなっていくのかっていうこの心理的なプロセスとかもいろいろ耳がくもんさせてもらったんですけれどもうそ,そういうところを踏まえてみるとやはり家族がまとまらない家族が攻撃にあっているっていうのは本当に恐ろしくて私も含めて日本人全員が拠り所とするものが奪われているっていう感覚だと思うんですよね。 一番分かりやすい例で言いますと特攻隊のお話をすると、うん、皆さん涙流されるじゃないですかどの人でも。で特攻隊の遺書を読んであ涙流してであこういう人がいったんだとで家族のために戦ったんだっていうことで歴史とか自,自分の国に対する自虐視感が解けなくなっていく人いると思うんですけど、うん、そういった現象も含めて人間の心にはものではなくて感覚として なんか美しいって感じるものが備わってると思うんですよね。うん、でそれっていうのがやはり母の愛の話ですとか、うんうん、まあ父もあると思いますけれども母が多いですけどね <laughs>、はい、ですとか家族のためにとか妹のためにお兄ちゃんがとかこういう話を聞くと本当にこのあかくなって目頭が熱くなると思うんですよね。私たちに感覚としててて備わってて 発明するとかいうものではなくてちょっと話をあのちょっとだけんていうんでしょう掘り下げて私が我々から何が奪われているのか、はい、と思うことをちょっとお話しさせていただきますと今個人社会ということで、うん、まあちょっと昔の話かもしれませんがお金を稼がない主婦っていうのが まあ、価値がないかのような,なんかいくらも儲けてるのかっていうのでその人の価値を判断しようとするじゃないですかあなた仕事してるのしてないのああそうですかみたいな感じのでもその本当はそうではなくて人のの価値っていうのははお金には変えられら誰がもできないことでお金稼ぐのは、まあ、ある意味やろうと思えばできるけどそれ以外のできないことがあるわけで例えば母である前に女性であれとか。 あのそういうふうないろんな思想的なものが日本にも投げつけられていたかっていうのを考えると人間は私も含めて誰でも女から生まれるじゃないですかお母さんから生まれるじゃないですか。ってことは我々個々人に対してこのお母さんっていうのは他人なんだけどでも他人じゃないのでお母さんからう生まれてきたので。なので小さい頃お腹の中にいる時はこの赤ちゃんは。 お母さんの体を使って自分の体を大きくして生まれて出てきたらお母さんの心とを使って自分の心を発達させていく、うん、で、一番最初の社会っていうのがお母さんなんですよね生まれてきてずっと雑魚しておっぱいあげて世話をしてくれるお母さんだから社会なんですよね、うん、第三者っていうんですそういう意味でその接点であるお母さん人間の源であるはずのお母さんが 攻撃されてもう仕事だから「はい保育園」っていう感じでやったらそれをいつするのっていう話になっちゃうと思うんですよね。でそういったものからどんどんそのいろんな風潮が進んでいって自分の母を憎んでしまうことになったりだとか家族がもう分断されていって、えー、いると思うこれが本当に恐ろしいものだと思うんですよ。で詰まるところ家族の崩壊あるいは家族の仲が悪いのが当たり前。 なんかお,かお父さんがお家の中で肩身の狭い思いをするのが当たり前みたいな, <laughs> なんかそれって自己否定になるっていうのを私たちは見ににてこの自分に言いいいい聞かせないといけないととけ思うんですよねで、まあ、私も小さい頃は反抗とかして本当にあの反省する意味であるんですけれども自分の体ではないんだけれども父母家族の仲が悪い自分を産んでくれた人たちを否定するっていうことは自分の源を否定するわけだから自己否定に なってるんですよねってことは自己否定をするのが、まあ、当たり前というかそれがおかしいと思わないような世の中にされているっていうところが我々がこの「ストレス」という言葉を使うようになり <laughs> そしてそれに押しつぶされていってしまう。だって自己否定をしてるから自己否定から始まってる心にもういっぱい来たらもうこれ試練じゃなくてもうストレスになっちゃうと思うんですよね。もうここまでここままででかと そうは言ってもいろんな周知を受けたとかいっぱい個人の話あると思うんですよねそこはもうまぶたの父母で皆さん言ってやっぱり完璧ではないから誰でもいろんなことがあるわけででもその中で自分を産んでくれたもう早い話アメリカで今中絶問題がありますけど産んでくれたんですよね産んでくれて自分がスタートしてるからまずはもう感謝以外の何にもでもないと思うんですよねなので皆さん自己否定をやめて 自分の家族を大事にすることで自己肯定を強めてパワーをみなぎらせて幸せになって国を持っていきましょうと <laughs> それを言ってあのまとまりがあるか分かんないですけど <laughs> はいそういうふうにはいいふに思ってます人間木の股から生まれたわけではないっていうよく言いますけども父がいて母がいて自分の命がある。自分の命ががあるとといいうことはやっぱり父母がいてくれたから 自分の命があるその父母もじいちゃんばあちゃんたちがいてくれたから父母の命もあるで父親方のじいちゃんばあちゃん母親方のじいちゃんばあちゃん両方合わせると4人いるこの4人のじいちゃんばあちゃんもそれぞれやっぱり父ちゃん母ちゃんがいたからみんな命があるそ,そうするとじいちゃんばあちゃんの父ちゃん母ちゃんつまりひいじいちゃんひいばあちゃんの数ってなんと8人いる。 8人のひのひじいちゃんひばあちゃんが生まれるためには16人のひひじいちゃんひひばあちゃん16人生まれてくるためには32人32が <laughs> 64人になり64が128になりってことどん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 増えていく700年遡ると1人生まれてくるために日本あのご先祖様の数1億3,000万人いっそうになるんですねへ<ー> 1>, 1人生まれてくるためにほ<う>だからガナ先生が生まれてくるために1億3,000万人僕が生まれてくるためにまた別な1億3,000万人 でも鎌倉時代の日本の人口、まあちょうど700年前といったら鎌倉時代ですけども、700年前の日本の人口って、えー、700万人しかいないわけです。あ、じゃみんなご先祖様なんですか。みんなご先祖様。<ー>ご先祖様がどっかで被かってるってと、ね。被ってるんです、ね。よそうだよなかったら数あの数字が合わない。<ー>そういう意味では日本人みんな医師の家族だよと。特攻隊の衣装にねお父さんお母さん亡くなるというのは無理かもしれません。しかし。 美しく立派に散るとそういうふうな言葉があったりするそこに「美しく」っていう言葉が入る「立派」っていう言葉が入る日本人の精神というのはもちろん単力分を持ってしっかりと守るべきものを守るというそういう単う力というものもいうものがあると同時にやっぱり中世の平安貴族にあったようなクエの音あるいは箏の音量をそれをめでるようなそういうその美しいものを大切にしていくという。 そういうい情,情愛と守るべきものをしっかりと守るというこの胆力っていうものをしっかりと見据えて考えたときに我々今のままでいいの今の状態から一歩出なくちゃいけないんじゃないのそういう問題意識がそらく芽生えてくるそれが日本であればまあ日本から一歩前ってことになるわけだしアメリカの黒人社会であればブラックからアウトしようでブラックアウトっていうその。 ガラム先生のご著書にもなってくるのかなというふうに思いました。先ほどね、家族を大事にしないと自己否定になるっていう話だったじゃないですか。<え>はい。はい、あれは自分が大事だから自分を大事にして家族を否定してるんだよという見方ありますよね。えええ。マアンタの考え方として。 ええ、そうじゃなくて家族を大事にしていないと結果として自,自己否定になっちゃうでしょうこれはどうどうふうにそのあたりは解釈していったらいいんでしょうか自分を大事にするために家族を否定するっていうものは、うん、その質問をもしされる方がいるとして、はい、その考えを生み出す背景には、はい 私は唯物史観、ねねはい、っていうとちょっと難しくなってしまうかもしれないんですけれども、うん、要するに我々人間っていうものを捉えるときにただの肉体解剖学的にその見るのかあるいは考えている私はどこにいるのかとかもこれはまた死生観にもつながってくると思うんですけれども人は死んだらどこに行くのかもうあの命が切れたらもう横の世の中消えるのか。 それとも魂は存在するのか。っていうその、それを否定するのが、有物史観になるわけなんですけれども。もっと簡単に言ったら、要するに拝金教ですよね。拝、は、金、い、宗教団体。宗教団体教。カルトですね。はい。もうカルト。の、はい こ,れあのこの背筋教団に入信してていいる方って多多でですすよね多いです <laughs> やっぱりあの先生昔のどなたかの言葉かちょっと忘れたんですが「はい、宗教を玄関から追い出したら迷信、はい、が裏口から入ってくる」という言葉があると聞いたことがありまして人は何も信じないってないんですよね。 はい、必ず何かを信じていてでそれが宗教このその国地域に根ざした、うん、その自然発生的に起きた宗教というものを持っているのかあるいはそれを追い出したらこの空空白地帯には何かが入ってくるんですよ空気みたいだから自分は無神論っていう人たちっていうのは神がいないっていう邪教を信じているんですよね。そうかは、えー、はい、はい なのでその、まあ、さっきおっしゃった個人と家族を引き離してこの成り立つ考えを成り立たされるという前提でのこの質問っていうんでしょうか、うん、っていうのは、まあ、唯物主観だと、まあ、答えになってないかもしれないんですがな個人と家族っていうものを切り離していくで切り離していって結局切り離していくとそこの隙間に何かが入ってくるって。入ってくる何かといったらいも鏡,鏡。はいはいもう 銭が全てよろしくってうお釈迦様がこうねああの院を結んでいる、ね、座っている姿も、うん、これ,これ,これお金ち,ちょうどこうういうふうなものとしてしか捉えることができなくなってしまう、うん、結果としてそれが拝金兄弟に入っていくとより大きく儲けてる。 あまり稼いでいない稼いな稼でるか稼いでいないかだけにしか価値観がないからだから稼いでる主婦は偉い、ね、子育てを一生懸命やってるのは稼いでないから偉くないと、うん、いうようなあの見方っていうものが蔓延してしまうじゃあそれによってあなたは本当に幸せになれるのいや私はこれだけ稼いだいやいや稼いだ稼い,稼いだとかってはどうでもいい。 あなたよりもっと稼いでる人世の中に五万って言うんだから。インフレ来たら、紙くずになっちゃいますもんね。<laughs> そもそも、あなた稼いだ稼いだと言ってるけれども、<laughs> そのお金。ね。あの国がなくなったら、お金ただのトイレットペーパーよ。<laughs> <laughs> その恐ろしい話ですね。恐ろしいですよね。はい。かつて満州っていう国あったじゃないですか。満州は潰れてね、で、日本の兵隊さんシベリアに。抑流されて、抑流されてる時に。あの向こうのシベリアの方では、おトイレっていうのは。大きな穴を掘って、うん、そこに、あの。 板を渡すすだけなんですって、<ー>日本、ええで。その上にこうトント,トとトっと行ってプッとこうするということなんですが当然お尻拭かなくちゃいかんわけですよ。ですね。<え>で、満州の国が発行していた紙幣日本で言ったら一万円札ですよ。一<ー> <laughs> 万円札でだからお尻拭いてそのまま、えー、<laughs> 捨ててた。えーだから まあこのねあのお,あのおトイレの要するにあのボットンベンジョンの便奏なんですよねあのシベリア寒いですからあの出したものは凍ってしまってカチカチになってしまうので別に匂いはしないらしいんですけども、うん、とにかく覗き込んだらもう豪華絢爛, <laughs> 豪華絢爛ええー、いやお黄,金黄金プラスマネーですよ。ってすすげ<ー>な <laughs> これだいう本当ですね だから本当にだからお年なみになななししかならなくなってしまうこれが、まあ、そこからまた発展してマネーのお話とかねいうふうにもなってくると思うんですけども大切なものは拝金教に終わってしまうで結果家族がバラバラになるで孤独になるで孤独死あるいは自殺といったようなものに進んでいくありとあらゆるその社会の問題というものがそもそも我々が根底とすべき価値観をどっかではき違えてしまっていると。 いうところにあるのかなっていうことなのかな決して拝金協が悪いと言ってるわけではない税なんてものはな金同士だ目なんだよなっていうわけではないちなみにあの昔はお金じゃなくて銭って言ったんですね銭っていうのは金編に2つ書いいたんですうん、うん、っていう字、えー、今はなんかこうちょっと同じになってますけど、えー、あの、えー、あこれですね。 いいう字を2つ書て銭、ね、という漢字の旧字、まあ、調べていただいたら分かるんですけども要するに銭っていうのはもともとはそのお米とかそういうものとあと金属が交換になる金とか銀とかでその金属さえもここでバラバラにしてしまうものなんだよと<ん>つまりあなたの人生のありとあらゆるものをぐちゃぐちゃにしちゃうのが銭なんだよ、えー、今締めが入ってるんですねそれで日本では銭という言葉を使っていたんです あ、共通、共、取り扱い注意。取り扱い注意。量っていう、あの、まあ、小判とか誕生して量になるじゃないですか。で、量っていうのは。これは黄金だけども、良い,い面と悪い面と両方あるから、量なんです。へえー、面白いですね。<laughs> そ,うそ,うそう、そ、ね、う、そ<ー>もともと大切なものっていうのを大切にしていこうじゃないかって。まあ、そういうふうな、決して背筋今日に陥らないように、うん、税金もお米で払う。うん、武士の給料もお米で払う。 ゼニが普及していなかったわけではなくてゼニが日本中で普通に使われていたにもかかわらずあくまでもお米で給料を払いましょう、うん、あ大変ですよあの米だら用意しなくちゃいけないですから、うん、給料払うときね、うん、そういうことをしていたのはなぜかといえばゼニに惑わされちゃいけないよ、うん、っていうそういう意識がすごく日本社会にはあったってことですよねでもそれが崩れされてしまうことによって先ほどおっしゃられたような逆に苦しみを 多多くの人々が多いようになっってしまったそれどころか家族まで崩壊されてしまってでさらにその隙間が広がる,広広がると広がった隙間の分にますます背鏡背鏡カルトが入り込んでくる <laughs> <laughs> で結局そのもっと突っ込んでいってしまえば背筋教カルトの言い訳として「世界政府なんですよ」うん「超個人主義なんですよ」<laughs> っていうふうに人の心を振り回しているだけこれは昔から人心を惑わすっていますよね。 そういうことなのかなということを学ばせていただきました。いやあ、今回も本当に素晴らしいお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。ガナー先生はもう本当にあのご著書からねんでいて、はい、あのガナーさんのご著書、これブラックアウトとかね、もうぜひおすすめですので読んでいただければというふうに思います。はい、からあのあガナーさんのチャンネル、あのあれ今度あの。 イ,インタビュ <laughs> ぜひぜひはいぜひあの僕はしっかりチャンネル登録させていただいてああういもうあの毎日チェックさせていただいてます、はい、これね、えー、皆さんに申し上げますけどもガナさんってもともと沖縄問題を中心に活動を開始されてるんですよねで沖縄で今起きている問題と実は日本全国で起きている問題って同じ根っこにあるわけですよねでこれ分かっていただきますよね で今日本で起こっていることの問題とアメリカで起こっている問題ってこれ同じなんですね。ねでこのアメリカで起こっている問題を直接現地まで行って取材をしてそれを実際に皆さんの前に伝えようとしている,しているのは実はガナーさんだけだと。つまりガナーさんっていうのは沖縄の問題と日本全国の問題とアメリカの問題そしてアメリカの問題は同時に世界全体の問題でもありますからこの3つをトータルで 一通り全部把握した上で情報の発信されているのは日本全国でガナーさんただ一人。<laughs> いやだからあの本当にす素晴らしいことだというふうに思ってます。だからもう本当にチャンネルはいつも拝見させていただいております。